やり抜く子を育てるキッズコーチミスターおかっちです。親御さんにどうしてもおすすめしたいこと、それは夫婦で朝散歩です。とにかく夫婦が仲良くなり、家が子供の安全基地になります。安心するから、やったことないことでも新しいことでも挑戦できる、自分がやるって決めたことを最後までやり抜けるようになるんです。僕も毎朝30分妻とお散歩をしています。普段通らない道を行ったり来たり寄り道しながら、普段話さないようなことをお話しするんです。この放課後スクールをどんな学校にしていきたい、子どもたちにはどんな大人になってほしい、あなたにとっての幸せって何なん、などなど、夫婦で散歩を始めてから、何やろ、お互いが考えてることとか大切にしてることを分かり合えて、めちゃくちゃ仲良くなったと思います。笑顔で過ごす時間が増えたんです。で、僕たちがご機嫌やったら、この学校に来ても明るい雰囲気になって、子供たちも安心して自分がやりたいことに集中できるようになっていったんです。毎朝は難しいと思うので、週に1回30分夫婦でお散歩する、そこから始めてみてはいかがでしょうか。夫婦が仲良くなれば子どもの自己肯定感は高まる。おかっちはそう思う。